ございます。今日はですね、今年初だよな、レース。そうですね、初です。来週 H ケースあるんだよな。そうですね、その H ケースのレース出れないんで、今回これです。アイドラーです。見てください、ポルシェだらけです。完全にアウェーです。ちょっとドリシャいますね。ドリシャはね、ドリフトのクラスもあるからドリフト関係ないじゃん。今日レースだから完全にアウェーですね。ポルシェ、ポルシェ、ポルシェ軍団に孤高のシルビアさん。しかしね、今日ね、残念なことにね、オートギャラリー横浜のね、3人GTR 2台が出てないんだよ。なぜか寂しいの。なんで出なかったんだろう。俺が本気出したからかな。バレてたんですか。誰かスパイいました。いたね、誰かね。俺がスリックタイヤ履いたって言ってやっぱり来なかったね。あ、でもスリック初お披露目ですね。スリックタイヤ初。スリックタイヤだから速いかっつったら、まあ速いんだよ。まあ速いですよね。だいたいこの俺のスリックタイヤは多分普通の050のGS コンパウンド相当のグリップ力を多分10周連続で走れると。すごいですね。052って1周じゃん。そうですね。それ多分10周ぐらいは余裕でいけると思う。で、俺の車軽いからもっといける。もう永遠に全開ですね。そうそうそう。だからレースだったら余裕でしょ。もうずっと予選みたいな感じですね。タイムアタックはちょっと今日は気温がね、まあ暖かいですからね。3月というのになんだこの気温。もうでも俺結構冬でかくして来てますね。見た目寒そうですけどね。ちょっとだけなんか今朝寒いよね。9度だ、まあ早朝ですからね。7度だか9度か、走るときに7度か9度だったら57出ちゃう。まあでも多分走るとき20度ぐらいになってますね、きっと。だからするとまあパワーがあれだから、でも58秒は出るだろう。58って前に何か出しませんでしたっけ、052で。そうですよね。あの時はだって、あ、寒かったですもんね。今度マイナスぐらいの勢いだったじゃん。そうですね。路面がだってもうチュルンチュルンだったもん最初。はいはいはい。冷たくて走ってきて、1.6 スタートで走ってきて1.6 だったから帰ってきて全然熱入ってない。温まってない。それどういうことみたいな。俺何普通になんか鳴らししてた。真剣に走ってた。58秒9出たんだけど 1.6 だった。4周ぐらい。すごいっすね。それどういうことなんだろうね。温まんないのか冷えちゃったのか。いやだって帰ってきてすぐだよ。あ、帰ってきてすぐ刺したんだよ。それでも 1.6 だった。抜けてる。走ってる最中に冷えちゃった。クーリングラップというか。あ、この1周でってことですか。クーリングラップでクーリングしちゃったんだよ。2周ぐらいでってことですよね。2分ぐらいですよね。すごいよね。すごいですね。でもこれは今日のクスリックは相当食うらしい。ただ俺のボディがなんか弱いから。ボディ、ボディ、だって今さ、あー違った。なんでお腹がしてたの。ボディってこっちの話かなって。車のボディだよバカ野郎。そこでほら今ジャッキアップしたじゃん。はいはい。その時にドア開かなかったからね。あ、そうなんですか。しなってるんですね。補強ないから、補強してないからスリックタイヤは合うのかなって一抹の不安はある。いや、ボディが負けちゃうかもしれない、ね、ボディが負けちゃう。この車はスポット増ししないんでしたっけ。何もしてない。あ、してないんですね。ストックだ。でもね、楽しみだね。そうですね。なんかだってつくばサーキットで唯一俺が楽しめるレースってこれしかないもんな。まあハイチャレ、ハイパーチャレンジはなんか出しちゃダメだ。あのこの車だと出禁だった話ですからね。マジで本当に H ケースのレースのレギュレーションがおかしくて、早すぎるから出ちゃダメだって。どういうことだよお前。速くなるためにみんな切磋琢磨してんだろお前。早すぎるからダメだって言ったらお前それ
F1 のヘルスタッペンだとダメだよな。早すぎだよ、この間だって。そうですね。ぶっちぎりだもん。そうですね。ヘルスタッペン F1 もやめた方がいいよ。行くカテゴリーがない。俺も行かないんだから。俺も出れないんだから。ヘルスタッペンも出るのやめて。そんな感じ？そうですね。そうだよね。せめてあのハミルトンぐらいにしてほしい。失礼だ。ということで、俺でも出れるアイドランスと。いいね、楽しみにしてます。楽しみに行かないとね。そうですね、あの一回危うく敵になりかけてますよね。また出れるレースなくなっちゃう。お前が悪いんだよ、ね、お前が悪い。自分が悪かったんでしたっけ。そうだよ、お前があの変なレース出るから。いや、そういうことか。もう笑いすぎて咳出ちゃってる。そういうことで、もう花粉全開で苦しいわ。もうこんだけ花粉なんだよって話だよ。ビタミン D3 が効かなくなっちゃった。今日はね、でも俺のクラスってね、35GTR が1台とシルビアが俺が1台、あと全部ポルシェだった。ああ、そうなんですか。でもモモさんの白いポルシェがいなくなっちゃったじゃん。そうですね。あの青いポルシェ早いでしょ。はい、結構早いらしいよ。なるほど。俺は知らないけど、実際には見たことはないけど、はいはいはい、でも相当早いらしい。あとコルベットがいたんですよ。ああ、前回もいた車ですね。そうすると1、2、3、4番だよね。4番。まあ4番と言いつつもトップを狙う。控えめに言ってるだけで。控えめに敵になると困る。そうですね。もう一気になんかうるさくなってきて、声が聞こえないよ。いや、多分分かんない、聞こえないと思います。きっと入ってない気がする。ということで頑張ります。はい、お願いします。いいよね。
ないし、予選はね、控えめに走って57秒5でポールポジション。ちょっとみんな悪いかな。悪い。早すぎてごめんねってことですか。早すぎてごめんなさい。まあ、57秒出ることは確信はしてたんだけど、俺の狙いは密かに56秒台だったんだよ。ああ。で1周目にちょっと引っかかっちゃったじゃん。ああそうですね、だいぶ引っかかっちゃったんでもうやめたんだよね。次の週にかけたんだけど、次の週でもあれ飛び出さなかったら57秒5よりもいってただろう。あ、4とか3とか、まあ、合わせたんですもんね。3ぐらいはいってたような気がするな。でも20年前に 2.2 リッターオリンジャーシーケンシャルで出した、まあ、当時タイヤがダメだったんだろうけど57秒59ぐらいを破ったんだよ、スーパーカッパーミックス2スロックで。進化は素晴らしいですね。すごいね、2スロックで57秒5って早いと思う。早いですね。早いよな。だってあのアタックとかでもってこの56秒とか7秒の車みんなすごいエアロついてガッチャンガッチャンやってますもんね。しかもこのノーマルエンジンっていうところがバカにしてる。ニーターですよね。舐めてるね。まだまだ伸びしろあるってことですからね。決勝は多分スタートでポルシェに2台ぐらい行かれるような気がする。スタートで行かれるけども、俺の秘策は1コーナーは2部屋までだから。1コーナーは2部屋まで。俺の場合の1コーナーってのはここだけじゃないから、1部屋ダンロップ2部屋、全部1コーナーなんですね。そこまでが最初の1コーナーなんで、その間になんとかまず1部屋でアウトから行って抜き返す、うん、ダンロップで並んで1台抜く、はい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 、で2部屋の突っ込みでまた抜く、はいはいはい、でうまくすれば裏ストレートを我慢できればいけると思う。でも一発目に裏ストレートで抜けなかったら、抜かれちゃったらちょっと無理かもしれない。まあ、ストレートスピードが足んないからってことですよね。いくらコーナーで詰めたとこでもそこそこみんな早いんで、コーナーで詰めても抜くまではいかないよね、立ち上がりで。うん、でもとにかく1周目のもう全神経を集中するね。まあ、最初の1周目が大事なんですね。そう、あとはもうどうでもいい。あとはどうでもいい。あとはもうテクニックでごまかすんで。12周ありますからね。12周はごまかせねえと思うよ。もう腹が出てきちゃうだろう。腸が。それはまずいですね。腸でかかってっから年中ネジ締め、あの締めたり緩めたり。ちょっとピリピリ。でもね、アタックの週ね、全然お腹は来なかったね。ああ、そうだったんですね。やっぱこの間のあのエンジンマウントを緩めるやつの方が全然お腹来なかった。ありましたね。ピリピリね。あれ相当来たんで、まあ平常心で行くよ。はい、まあ、いつも平常心だからね。頑張るぞ。楽しみにしてます。はい、クラッシュのシミュレーションですかそれ。やめてやめて。もっと締めなきゃ意味がねえ。ちょっと緩いってやつですね。だいぶきちんとしましたね。グリッドではマネジメントガレージバンダイくんの996997かカップカーですね。さあ今世界の岡ちゃんやってきました。岡村選手まもなくポールポジションに到着します。さあ、ね、岡村選手はやっぱりね、あの YouTube のチャンネルもありますし、結構ね登録者多いですけれども3万人くらいですか。なのでもういろんな人がね撮影をしております。ここ見えないんだけど。
見えないよ。見えない。赤が消えるのが見えない。これが邪魔でこれが。そういうこと？端巻きで見えないってこと？見えないと。そんなことある？見えないよこれ。公式写真だそうです。見えねえ、これ剥がせや、ここ剥がした。青い帽子の山口選手です、このぐらいまで下げれば見える。 M3 で、ここからそこが出てきたんですけど、やばいですね、首引っ込めてないと見えないですか。見えない。BMW の方が苦手。スタートドキドキ。なんて言ったって今日はもう50、ね、
ここでぐらいですか？最初2部屋の縦で1回パラッて言ったの、でもそのまま全然平気だったの。それ1周目ですか？いやいやいや、もう最後の周、最後の周で最終コーナーで普通に来たんだけど、1コーナー経ったところでもうババッババッババッってなったから、あ、これエアフロかなって思った。あ、でやめたってことですか？もうやめたの。あれ、いやで帰ろうと思ったらピットに帰れたってことですか？帰れない帰れない、だって1部屋だもん。1コーナー立ち上がると、あ、そこからもう全然走らない感じですか？走らない。もうすぐエンジン切って、あそこが一番エスケープでかかったから、あそこ。リレーとかじゃないの？リレーは変えたんですよ。ないさあ、決勝レース終わりました。ぶっちぎりトップでした。5周目にエンジン壊れました。エンジンじゃねえや。多分電気系がエアフロ系かな、なんかわかんないけど、今エンジンかかるんだけど上の方が吹けないということでね。惜しかったね。惜しかったです。すげえ惜しかったよね。めっちゃ惜しかったです。勝ったと思ってました。これがレースだよね。最近ほらタイムアタックしてしかしてないから、連続周回してないから、やっぱウエストゲート上向けるのダメだな。めっちゃかっこいいんですけどね。やっぱ熱がいがひどくて、やっぱ下向けよ。もうだって木曜日までお前何日もないよお前。あと2日です。今日明日で直さないと。え、違います違う違う、前曜日感覚狂ってれば。あと4日っすね。月曜日休みだからさ、火水で。そうですね。あと2日ですね。結局2日しかない。決勝ねスタートでねまんまとぶっちぎったんだけどね、ブルーの山口ポルシェがね、俺がエアフロの湿気がパパッパパッパパってなってる最中にね、じわ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 来たのよ。このままエアフロでね、この湿気が止まってくれればなんとかなるかなと思ったけど、いきなりもうストールしちゃった。やっぱりポルシェって壊れないんだね。そうですね。ローリングスタートでの決勝がやっぱりこの熱害とかそういうのをもう一回見直さないとダメだね。せっかくいいタイム出たのにね。ということで次回6月ぐらいにあると思うんだけど、また頑張るぞ。次こそ今度もまた57秒出したからな。これそれまでに俺 2.1 に変えろ。もうエンジン、あ、エンジンですね。馬力出すよ。もう一生450馬力ぐらいじゃないとニスモで壊れちゃう。あくまでもニスモでいくからな。でもニスモで20年前の 2.2 リッターホリンジャーシーケンシャルのタイムを抜いたっていう、これは快挙だと思うよ。素晴らしいですね。でもそんな車多分世の中いないですね。いないと思うよ。65歳まだまだ現役だよ。そうですね。誰のが65歳ジジイとか言ってんの。ジジイジジイって言ってんだったらお前らもお前57秒出してみろ、26で。そうですね、絶対出ねえから。ということで今日帰ります。今日なんかうまいもん食いたいな。ポールポジション記念ですね。ポールポジション記念で目玉焼きにみりんと醤油と酒を入れて。目玉焼きにですか？そう、目玉焼きと。そんなあるんですか？そこにちょっとチャーシューを入れたりしてね。なるほど、かなりうまいよ。ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。